タープレイヤーとしてストイックに稼ぐってことだったんで、稼げるだけ稼ぎまくってやります。加工勝ちしました。250万勝ちました。1025500100$37,000買ってます。勝ちすぎててちょっと怖いですね。おはようございます。おはようございます。いやー、朝ですね。どうしたんですか？ただいまの時刻は14時46分ということで、めちゃくちゃいいお昼でした。ほら、でも朝っぽいでしょ、こうやってやると。ああ、朝だ。我々は今のところまだマイアミを何も満喫してないんですけど、一応マイアミにいます。あまりにもポーカーばっかしてるんで、プロギャンブラーの週末に密着する動画を撮っていこうかなと思っておりまして、淡々とここまで職人的にキャッシュゲームをしてきたので、なんでそんなに稼げるのかみたいな秘密がね、あるはずだと思うんですけど、他に横澤の生態のリアルに迫っていただけたらなと思って、頑張って撮っていきます。新しいパターンですね。密着動画を自分から撮らせる人もね。確かに。そっちのテンション感で、じゃあちょっと今からはお願いしていいですか？あ、始まった。はい。僕が気になってることがあるんです。マイアミに来てからいくらになってますか？ここまで58時間プレイして、はい、プラス$63,394。めちゃくちゃ勝ってるじゃないですか。ありがとうございました。やらしてよ、もうちょっと。というわけで、ポーカールームチェックしてみましょうか。はい。裏ボライブ。はい、ポーカールームの今立ってるレートが見られるアプリですね。セミノールハードロック見てみましょう。すごっ、ワンツー10択だって。めっちゃくちゃなってますね。256択、510 2択、2550が今1択立ってるみたいですね。ちなみに僕はね、毎日ね、ベラージョのも見てるんですよ。出川さんにいないのに、ベラージョ結構よく見てる。次行こうとしてる街とか、今自分がメインとしてるカジノのレートを見ることによって、相対評価して、どうなんだろうってことを比べてるから結構役立つと思うんですよ、これ毎日やる。ポーカーはテーブルに座るところから勝負が始まってるんですよね。というわけでポーカールームに行きましょうか。行きましょう。カジノに何を着ていくのがいつも難しくない？寒くない？カジノ寒いですね。めちゃくちゃ寒い。パーカー必須ですね。はい、というわけでウーバー行きましょうか。だいたいウーバーでカジノまで$12。高いよね、結構$3,000以上する。ウーバー代とホテル代は合わせて考えた方がいいですね。そうですね。佐藤。というわけで到着しました。はい。マジの到着。もう慣れたもんですね。今ポーカールームですね。はい。ダイレクトポーカールームです。ベッドからポーカールームに直です。なんか仕切られてる。本当だ。What is this? This is a special one. For you. For me? Thank you. For like Japanese man. Ah, okay. ありがとうございます。横澤と食べてきましたみたいな。そうなんですか。パンが集まってきてる。なるほど。ちなみに一番に座ってるおじさんいるじゃないですか。はい。ジョエっていうか、すごい金持ちである人。マサトって名前なんだよって言ったら、マサ、俺も友達でマサってやついるよって言われて、って言ったら、お前も多分知ってると思うよって、マサ誰だろうって言ったら、孫正義の孫正義の友達らしいです。冗談だろうっていうだけで、はい、頑張ります。頑張ってください。今日も頑張って。はい。負けなんで、ほぼトントンみたいなことです。横澤さんはテーブル座ってるとき何してるんですか、普段は。いい質問だね。せっかくの密着なんで。何もしてない。何もしてない。何もしてないことはないんじゃないですか。本当何もしてないけどな。まあ、Twitter 見たりとか。Twitter 見てるじゃないですか。YouTube のコメント欄見たりとか。YouTube 見てるじゃないですか。なんか LINE 返したりとか。LINE 返してるじゃないですか。ふらふら歩いてみて。何もしてないじゃないですか。何もしてないっつってんだろ。テイク2、テイク3です。テイク3、はい。M20 ぐらいだと携帯ずっと意識があるようにするけど、はい、1550ぐらいになってくると周りと喋ったりしてることが多いかも。喋る人増えますもんね。まあそうなんだよね。喋る相手が増えるっていうのもあるし、ハイレートって基本的に知ってるやつが多いからちなみに別に全然美味しくはないです。美味しくなさそう。ポーカーに限った話じゃないと思うけど、自分より弱いやつだけ戦うことはできるわけ。そうすると上達しないからね。本当にトップオブトップになるためには、どんなテーブルでも勝てる実力をつけて、それでいて美味しい卓を狙うっていうのがやっぱ一番いいわけです。確かにこれがポーカープロとして稼ぐためのコツですね。強くなるのが難しいんだけどね。すごい。はい。そうなってください。最強になっていきます。じゃあテーブルで。テーブルで最強のところになってこい。はい。頑張れ。割れそうだ。本当だ。人数が少なくなってる。僕はテーブルで最強になりました。あら。めっちゃ勝った。最強になってきました。プラス400近くが勝った。えらい。餃子は4400の負けです。うわ、もう桁が60万負けだ。飯行きますか。行きましょう。というわけで、まだお早い8時なんですけど、ご飯食べ行きましょう。プロギャンブラーの週末とか行ってますけど、初めて来ました。このパターンあるあるです。毎日来てると思われちゃう。確かに。そんないい生活じゃないです。毎日ジャンクフードばっかりですよね。なんで海外のレストランでさ、BGM めっちゃでかいの？調べてみて。なんか理由ありそう。ボリュームが大きい方が、こってりした体に悪いものを頼みたくなるって大音量だと。へぇー。面白い。うまそう。うまそう。いただきます。ちゃんとうまいわ。すごい。いただきます。チップ込みで200、1人14000円です。高いね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。できましたね。できました。なんとまだ11時ですよ。おお。11時に家に帰ってくるなんてことがあるんですね。確かに。本当にこの1週間ね、毎日帰ってくるの3時4時とかだったから。はい。早めに帰ってこれて嬉しい。めっちゃ早起きしました。ジム行ったりして早めにポーカールーム行こうと思います。今日ちょっと本当に4時間半ぐらいしかポーカーしてないから。はい。おやすみ。おやすみなさい。おはようございます。おはよう。何してるんですか？昨日いかついオールインナーの1ハンドだって。へえ。まあ相手も強いプロだったし、解析ソフトに入れて解析してます。おお。毎日やってますね。精神が安定するっていうのもあるかもしれないですね。自分のプレーに自信が持てるんで、間違ってたとしても間違ったことに気づけるから、負けるべくして負けたんだなって思うことは、あ、じゃあ逆に言えばこれを直せば勝てるなとか、違いが分かるの嬉しいですね。すごい重要だと思います。ポーカールーム今テーブル見たんですけど、25も15、50も立ってなさそうだったんで、まあ、とはいえ早めに行ってポーカールームで待ってる方が精神的にも楽なので、これが終わり次第行きましょう。行きましょう。今日も京都でポーカールームへ。これが我々の日常だ。グラフェル上へ。How are you doing? I just wake up. Tommy fish? You said Tommy fish, yes. But if you're as good as you, everybody comes. Yeah. Wow. Seems like a good. O 疲れ様です。お疲れ様です。割れちゃったんですか？割れちゃいました。今日は終始テーブルあんま良くなかったな。ですが、はい、なんかめっちゃ勝ってそうじゃないですか。しっかり勝ちました。おお。トータルプラス9332。すごい。100万勝つのは当たり前になっちゃったね。当たり前じゃないですからね、これ100万って。前、今日も100万勝ちましたみたいな毎日やってる気がするな。今日ソータもがっつりだいぶやってるね。だって確かに10時間半2回寝かけました。え、そう。ソータの様子も見に行きましたから。はい。あ、じゃあ、え、これソータのスタッフ？これ僕なんです。え？箱勝ちやん。985ドル、485ドル勝ち、485ドル勝ちなんですけど、ショートのオールインがあってベースクイーンハートハートなんですけど、相手7ポケ、ジャック10点、いいじゃん、ターン10、リバー10、ジャック10、10、10、10と落ちて、ハイカードボーナスもらいました。クワッツ扱いでかっ、700ももらったの？ 700 もらいました。じゃあ、今日1100ドル買ったってこと？そうですね。箱勝ちじゃないですか。やった。ちょっといいアイディアがあるんですけど、いいですか？はい。オニオングラタンスープ飲みに行きますね。めっちゃ同じこと思ってました。僕も今そう思ってた。テレパシーみたいで嬉しい。I don't know。スマップ知らないの？これはジェネギャか。もうソータはスマップも知らないんだ。この時間のこのエリアに入るためには、ホテルの宿泊券がブラックカードを持ってないと入れないらしいです。で、諦めて帰ろうかと思ったら後ろから来たイケメンのお兄ちゃんが「こいつら俺ら連れだよ」っつって一緒に入れてくれました。優しいイケメン、優しいイケメンというか無事に来ました。どうだ、見てください、こっちの方が見栄え、なんかソータのやつ見栄え悪い、黒いこれソータにあげるよ。いいんですか？それはもう、これはもうソータに食べさせたくて来たので、そっちほどもらった。いいですか、食べてどうぞ。横澤の一押し、熱いよ。わあ、いいですね。あ、うまそう、うまそう、映えてる映えてる。いただきます。はい、うまっ。めっちゃうまいっす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、もうなんだかんだ言って4時ですよ。もう早い一日。やっぱ1日10時間ポーカーするとマジでもうポーカーだけで終わるね。そうですね。いやー、でも今日は2人とも勝ったし、いい一日でしたね。明日も頑張りましょう。頑張りましょう。日曜日だ。ありがとうございます。チャンス。勝ちます。いっぱい。頑張ってください。そうだけど、ワンツーですか。ワンツーウェイティング入れてきます。どれだ。どれだ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょうど10時間ですね。失礼しました。収支はマイナス213ドル。めっちゃついてなかったんだけど、紙回避したりとかしつつ買えました。そうだけど、買ったんだけどは。僕はちょい勝ちですね。117ドル。やっぱワンツーも美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。今日は美味しいね、やっぱりね。というわけで、明日はやっぱどうしてもランチに行きたいので、早めに帰ってランチに絶対に行く。絶対に行きましょう。絶対に行こう。ちょっと今日太陽の光を浴びてやばいと思った。このままじゃ人間じゃなくなる可能性がある。ゾンビになっちゃうのだとやばい。というわけで、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。やりましょう。今日も最終日ですよ、マイアミ。そうですね。マイアミらしいことは最後まで何もできなかったので、せめてちょっと海を一目見ようと思って、ビーチサイドでランチを食べようと思います。まあでもいいですね。我々は今沖縄の那覇市にいます。沖縄感あるでちょっと言っても信じてくれそうでしたけど、沖縄のげんこつみたいな食べ物、げんこつターキーアンバサダーみたいな食べ物、あんだきなターキーアンバサダー新しいなあ、んだきな海だ。おお、すげえ、めちゃくちゃ泳いでる人いっぱいいるやん。いや、泳げるな、でも全然。ああ、なんか洒落た店やな。洒落た店ですね。この店めっちゃ好きだな。My amigo. Mi amigo, my boy. How are you? So, can we have a lobster quesadilla? Amazing. And fish tacos. Amazing. 来ました。これが、ロブスターケサディエ、フィッシュタコス。いただきます。どっちだと思う？うまいですね、これは。マジでうまい。これはうめえ。ケサディエの常識が変わった。Baby, how are you feeling? Very, very good. Actually, this is kind of the best quesadilla. One of the best quesadillas? Yes. So make sure that my people in Japan really know that I'm here waiting for you in Japan. Oh, yeah. Nelson. $77 plus chip, $90ですね。$90。よし、というわけで、はい。今日も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。松田とご飯。Orange. Orange.お疲れ様です。いくら買ったでしょう。$5000。$10,000ぐらい買いましたね。すごい。最終日めちゃくちゃ気持ちよく帰れるわ。終わり。Are you coming to Vegas? Yeah, yeah, I'll see you there. Oh, yeah? Yeah, I'll get one of your hoodies. Thank you very much. お疲れ様でした。お疲れ様です。というわけで、マイアミ11日間くらいか、滞在、結果発表ができます。はい。トータル収支ですね。収支プラス$92,223勝ちです。約1300分ぐらい。136時間プレイしてて、時給が$676なんで、まあ約10万ですね。時給。やば。1時間ポーカーしたら10万稼ぐ男です。時給10万円のとこ。時給10万円のとこです。プレイもやっぱすごいいいですね。正直。第2章入ってから横澤、もうキレッキレです。プレイが。まあね、そんなめちゃくちゃ良かったマイアミではあるんですけども、ゲームは正直結構良かったですね。ハイレートはめっちゃ美味しい、マイアミは。まあ、そもそもこのレートが毎日立ってるってこと自体がすごいと思うし、結構やっぱりアクションもあるし、ハイレートプレイヤーにはめっちゃおすすめ。でも2.5は多分マイアミはそんなに美味しくないと思う。で、なんでそんな良かったマイアミを離れてしまうのかと言いますと、はい、そんなマイアミよりもいいって言ってる人が結構いっぱいいるカジノが実はあって、フィラデルフィアにパークスカジノってのがあるんだけど、俺も行ったことなくて、はい、なんか情報もそんな出てないんだけど、なんか俺が調べた感じの情報を全部まとめると、火曜日がめちゃくちゃ美味しい、もうハイレートがめっちゃ出すんだって火曜日、それ以外の日もまあまあいいっていうのが、まあ、みんなの言ってることのこうトータルで、明日は何曜日ですか？日付回っちゃってるけど、明日は火曜日。そうなんです。なんで火曜日のパークスがどんだけお祭りなのかを調査しに行って、まあそのついでに週末もパークスで過ごすっていうスケジュールにしようかなと思います。了解です。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。はい。またね。バイバイ。果たして本当に美味しいテーブルは立ってるんでしょうか？ぜひしましょう。待って、ジェリーの意味が。This is my home casino, man. Here we go. Let's go, let's go, baby. Let's go, 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 yes. バファーさんにちょっと挑みたいなと思って。は？プラス。これは勝ったでしょ。勝負にならないと思います。多分。はあ。